皆様ごきげんよう。宇宙天の川銀河太陽系第三惑星地球日本の東京に住んでいるスイカメです。本日の動画はこちら。スイカメちゃんとカードリーディングの動画だよ。天秤座の皆様ごきげんようスイカメです。今回はこちら。2024年2月の 運勢リーディングとなっております。よろしくお願いいたします。はい。こちらの星座占いなんですが、太陽星座、月星座、リリス星座などですね、好きな用途で見ていただきたいと思っておりまして、またですね、ご自身の星座でなくても大丈夫ですし、この月じゃなくても大丈夫です。はい。見てくれた時がタイミングなのでね、好きな時に見てメッセージ受け取ってもらえたらと思っております。はい。それでは早速カードのご説明です。まずこちら。 ね、左のこちらが、お仕事ですね。仕事運、勉強運となっています。はい。そして真ん中、これですね。はい。こちらは人間関係。えー、対人運、恋愛運となっておりまして、こちら右。こちらですね。はい。右のカードはお金。ね。金運と豊かさを読んでいきます。はい。そしてね、こっちは、ラッキーカラーとキーワードが入っております。では、早速カードオープンです。 はい。カードを開けたので見ていきたいと思います。そうですね。仕事と恋愛からいこうかな。はい。よいしょ。はい。こちら、今回はこのね、3枚となっておりました。読んでいきたいと思います。えーとですね、仕事と勉強なんですけれどもえ、周りから見たら、えーと、例えば勉強だったら、あなたはとってもよくやっているし、とっても頭がいいとかね。例えば、うん。そういう風に見られているっていう感じがあって、 でうん、と仕事も、なんていうか、どこかで働いてるか分かんないですけど、その職場ってすごくいいよね、だったりとかし、うん。仕事よくやってるよ、みたいな風に評価が高かったりすると思うんですけど、周りからね。ただ、あなた自身は、現在の状況があまり、うん、良くないな、っていうような、うん。 もしくはもっと良くしていきたいって思ってるかもしれないし、えっとね、疲労感、うん、疲れが溜まっていますよとか、そうですね、トラブルなんかがあって、ちょっとね、どうん、この職場合ってないのかなみたいなね、ちょっとね、うん、マイナスのイメージが、もしかしたら2月中はあるかもしれない。はい。うん、そうですね。周りから見たらあなたはとっても頑張ってるし、 うん、すごくいいよって思われているような場所でも、現在のあなたにとってはちょっと辛いというかね。うん。そうね。もちろんいい部分もあるんだけど、自分の中で、ま、100%いいとは言えないみたいなね。ま、まあまあまあ、全部がね、いい意味を持っていくのは大変だけど、うん、それの中でもあなたは今回ちょっとね、うん、マイナスの部分がよく見える月になるんですかね。もしかすると。 これっていうのはもしかすると改善点っていうものがあなたの中であるのかもしれない。うん。その何を改善していけばいいのかっていうのがまだ分かってないけど、ちょっと今の状況下はあなたにとって苦痛だったりするのかなっていう。うん。完璧な状況ではないよっていうことが言えて、うん。思ってるのかなって思いました。天秤座さんが。うん。そして今月はですね、こちらキーのカードが来てて、多分その改善するものっていうのを、 そうね、改善していく何かを探し当てるっていうところになるのかなって思うんですよ。多分、えっと、あなたが、えー、っと、こうしたい、ああしたいっていうものがね、目標にあったとして、こうなりたいとか、うん、そういうものがあったとして、そこに行くためにドアがあって、だけど、そのドアがまだ開いてない状態っていうですかうん、鍵がかかった状態のドアが目の前にあるっていうような感じの、 イメージですね。うん。なので、そのための鍵を見つけなさいっていうのが多分2月の仕事と勉強に関しての、うん。そうですね。課題になるのかなうん。そう。で、逆に言えば、この月2月にこの課題となっている鍵が見つけられますよっていう、そういう暗示なんですよね。だからもっとあなたが職場の環境を良くしていったりだとか、うん。もっと勉強しやすくなるとかね。そういうことに、 うん。シフトしていける2月になるんじゃないかなって思います。なので、えっ、ー、と、なので、天秤座さん今月はこの鍵が見つかるっていうのが、うん。今月の仕事と、えっ、ー、と、勉強になってくるようです。はい。そして次ですね。今度は、対人恋愛。ね、人間関係の方を見ていきたいと思います。はい。 人間関係はですね、もしかしたら2月中、もしくは2月の前ですね、に、あなたが人間関係、そうですね、自分の周りの人たちをコントロールしようとしていたんじゃないかということが言われています。えっ、ー、と、あなたの望むような、えー、状況になるように、周りの人にいろいろやってほしいとか、こうしろ、ああしろというようなことが、 あったのかな怒ったのかもしくはそうしてほしい。もっとこうしてくれたらいいのにっていうような気持ちが強かったかってことなんですよね。うん。こういうことが起きているようです。天秤座さんの中で。はい。どうですかねちょっと振り返ってほしいんですけど、もっとこの人がああしてくれればいいのに、あの人が、うん。これをやってくれたらもっと楽なのにっていうような感じで、他の人を 使ってあなたが気持ちよくなるようなことをしていたのではないかっていうような感じで。うん。どうですかね。まあ、こういうことって誰かしらね、みんな持ってると思うんですけど、それがちょっと強めに出ちゃったかなっていうところで、もしかしたら少しトラブル的なものがあったかもしれない。うん。なんていうか、 私はあなたのコマじゃないのよ、みたいな、奴隷じゃないのよ、みたいなことを言われてしまう。うん。そういうようなことがね、起こったのかな、みたいなね。うん。だから、あなたとしてはもっとやってほしい、こうやってほしい、ああやってほしいとかっていうのがあるかもしれないんだけど、相手からすれば別にそれはやりたいことじゃないしな、とか、うん。違ったりするんですよね、意見が。だからもしかしたら、なんかもっとこうしてくれ、ああしてくれって、非常に強く思ってしまうことが起こった。そうですね。 もっとこうしてくれればいいのになっていうようなね、ことがあったのかなっていう気持ちです。はい。そこで、ええー、とね、そのトラブル、そうですね、ハプニングとかがあって、うん。あ、しまったなってもしかしたら思うかもしれないし、そういうことが起こったとしても、そう、起こったとしても大丈夫ですよっていう。うん。あなたがもし相手をコントロールしようとしてしまって、相手に何かいろいろ言ってしまったとしても、あの、うまく、あの、それがね、 なんていうのかなきちんと回避されて、そう。相手が、まあ、しょうがない、許してやるか、みたいなことが起こって、そこまで、えっとね、相手との仲がこじれることはないっていう感じです。うん。そうそうそう。もしあなたが、そういう風に思ってしまったとして、それを言ってしまったとしても、あの、喧嘩とかになることはないし、えっとね、トラブルは回避されますっていうような暗示が出ています。はい。なので、安心してくださいって感じね。うん。人間誰しもそういう風に思うことあるし、そう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 。 なので、大丈夫ですよ。もしトラブルが起きても、それ、そのトラブルはきちんと収束されますよ。またですね、そのトラブルのおかげで、じゃあこうしよう、ああしようっていうふうに、うん、話し合うことができるみたいなんですね。その相手と。うん。だから、より良くなるっていうのかな。その、それのおかげでより良くなることが起こるっていうのが対人関係、恋愛関係。はい。そしてですね、また、もしかしたら、その、えー、中間、か その、いろんなトラブルの中で、あなたがどこかへ、えっ、ー、とね、旅立つとか、移動する。まあ、もしくは海とか船とかね。えっ、ー、と、そういうことが、ちょっとキーワードとして出ていて、えっ、ー、と、昔は人間って歩いて、いろんなところに行ってたじゃないですか。だけど、最近では自転車ができて、車ができて、さらにはさ、うん、海なんかさ、泳ぐしかなかったのが、船ができて、 遠くに行けるようになった。うん。そういう風に、今までだったら絶対にありえなかったんだけど、何か別のものを作って買い、うん。作ってそれを使うことによって、あのね、遠くに何か運ぶことができるとか、なんていうのかな。あなたがそこへ行くとかね。うん。もしくは、遠くとの連絡。そうですね。この対人関係っていうのが、もしかしたらあなたが例えば、 ね、日本にいて、その、相手は、その、海外との取引みたいなことだったりも、す、あ、だから、海外での、あの、彼氏がいて、えっ、ー、と、遠距離とかね、うん、そういうものを、うん、を返していて、例えば、ネット環境もそうだよね、電話もそうだし、うん、本当だったら会わなきゃ絶対話せなかったものが、そういう別の手段を使って、 えっと、二人の間を取り持ってくれるみたいな、そういうものが今、まあ、たくさんすごくあって、そういったものを使っていくことになる。うん、使う。そうですね。携帯電話もそう。えっ、ー、と、船もそう。うん。自転車でちょっとね、どこか出かけるときもそう。うん。そういう感じのものを使うことによって、対人関係がスムーズに進む。うん。こういうことが言われているかもしれません。はい。これがね、対人恋愛でございました。はい。そして、 最後ですね。最後はこちらです。はい。金運と豊かさとなっておりまして、ちょっとね、これ、あの、向かいさんなので、ちょっと今、スッとね、隠します。はい。ご <laughs> <laughs> めんね。ちょっと嫌いな人がいるかもしれないのでね。はい。えーとね、出てきたのが、エースの、ワンドのエース逆1、えー、っと、ソードのあ9と、えー、っと、ジェントル、あのー、男性みたいなカードが出ていたので、 金運豊かさに関しては、ちょっとね、低迷気味。これはね、低迷気味かなと思います。やる気が起きない。そうですね。うん。気持ちがちょっと塞ぎ込んでいるというような人がいたり、あとはね、目標を立てたのに、その目標に向かっていくのが億劫になっちゃったなとかね。うん。そういう人もいるかも。さっき、ちょっと仕事のところで疲れてるみたいなことを言ったかな言ったかもしれない。うん。言ってないかもしれないんだけど。 それで、そういう人もいるかもしれない。気力っていうのかなうん、体力、気力っていうものが、ちょっとね、うん、いまいちだったりもするかもしれない。そうですね。あなたの情熱的な湧き,湧き起こってくる炎みたいなものが、今、欠けているというか、ちょっとね、炎が小さくなっているっていうイメージですね。お金に関してとか、 えっと、豊か。自分がいいな。豊かになりたいなっていうイメところに行くための気持ちがちょっとね、低迷している感じです。なりたいんだけど、でも今生活の方が大事だよね。みたいな。そう。そういうことなんですよね。今をしっかりやらないと、もっとせ幸せにはなれないよねっていうような、幸せになるための現段階が、 もう、だからご、ごちゃごちゃしてて、その幸せを考えるところ、お金持ちを考えるところまで行き着いてないみたいなイメージが今月かなと思いました。はい。ね、あなたがこうなりたい幸せである私はこうだっていうような、うん。そこをね、ちょっと見失ってるような感じですね。はい。そして、うん。えっ、ー、とね、な、そう、ド、Q が出ていたので、えっ、ー、と、これはね、もしかしたらつか、うん、そうね、疲れている、 疲弊しているがここでも出てきていますので、これはね、回復に向けて何かをやってった方がいいのかなとちょっと思いました。お金に関すること、もしかしたらちょっと、あの、家計簿とかつけてなくて、結構お金散在しちゃった、使っちゃったみたいな人がね、いたのかもしれない。ね、大事にしてくださいってことかもしれないし、貯めなきゃいけませんよっていうことかもしれないし、うん。ちょっと、お金に関することで少しルーズになっていた、うん。 やっぱ使いすぎとかそういうことがあるのかもね。だからお財布が寂しいみたいなことかもしれないですね。はい。そして男性のカードが来ていたので、これに関しては男性関係で豊かになっていきたいっていう方がいらっしゃるのかなって思ったり。だから恋愛面ですよね。うん。好きな人がいるっていうのと、あ、だけど、ちょっと今あなた自身、あ、まあ自信がないっていう可能性もある。 ちょっと対人ではないんだけど、好きな人はいて、この人としあの一緒になりたいな、幸せになりたいなっていう気持ちに対して、あなたがちょっと、だけど、告白するのは怖いなとか、うん。どうせ私なんて振られちゃうんじゃないかなみたいな、もしかしたらそういう気持ちの人もいるかもしれない。これは豊かさっていう面でだね、そう。あなたがこの人と一緒にいられたらどんなにいいだろうって思ってたとしても、そこへ踏ん切りがつかないとか、うん。自信のなさから、 行動できないみたいなことが起こるのかもしれない。はい。どうですかね。あとはそう、男性に対して、この人が、あのー、幸せを運んできてくれるんじゃないかって思っている人がいるのかなとかね。そう。この人と一緒にいれば幸せってところから、次はこの人のおかげで幸せになりたいとかね。そう。そういう風に欲深くなってっちゃうんですよ。うん。そうそうそう。そういう風うなイメージかもしれない。そう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 ,そう。だから自分が、 一緒にいられるっていうところを目指しているのか、それともこの人と一緒に働いて幸せをつかみ取るぞっていうスタンスなのか、この人に幸せにしてもらうぞっていうスタンスなのか、で違うわけだよね。そうそう。そういうので、相手の人にどれだけ、うん、私を大切にしてくれるか、みたいなね。うん、ハニートラップじゃないけどさ、そんな風に、あのー、うん。 ちょっと、駆け引きみたいなことをする人もいるのかなってちょっと思いました。はい、ということでね、終わっていきたいと、あ、終わって終わっちゃいけない。今月の、ね、仕事、退陣、お金、見ていきましたが、いかがだったでしょうかね、今月のラッキーカラーまず見ていきます。はい。緑のカードが来ていたので、今月のラッキーカラーはグリーン、何かグリーンのね、緑のものを身につけたりすると、 良いかもしれません。はい。そして3枚のカードはこちらでした。じゃんじゃんじゃん。そうですね。うん。やっぱりこの、あれか、えっと、仕事関係に対してやっぱ答えに対するそこ、そこの前、まあ、答えが欲しいっていうのはあるかもしれないね。うん。その前の段階のキー、そうですね。鍵が。 見つかりますよっていうことだと思うし、またね、虹のカードはね、そう、あの、うまくいきますよみたいなそういうイメージもあるし、知ることか、どれでも使えそうだけど。そうね、なんだろうね。どこかな。もう何かしらキーワードが来るんだろうけど。もうん、ここかな。 うん、仕事とか。いやー、五分五分か。ね。ちょ、なんか知識を使ってみたいなところ、なんかその道具を使ってみたいなところもあったから、うん、対人でも使えるのかなって思いましたね。はい。まあ、こんなところかな、キーワードが来ておりました。はい。ということで終わっていきたいと思います。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。お疲れ様でした。よろしかったらまた別の動画でお会いしましょう。バハハ 最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。バハーイ。